アフリカの魔法使いが持っていた不思議なランプ。そいつがふとしたことから貧しい仕立て屋の息子アラジンのものになった。不思議な魔法のランプ、こいつをちょっとこすると、親分、何のご用と、ランプの中から大男が飛び出してきて何でもやってくれる。欲しいものは何でもすぐ持ってきてくれるし、行きたいところにはどこへだって連れて行ってくれる。すごく便利な魔法のランプなんだ。アラジンはそいつを誰にも知られないように大事に大事にしまっておいた。ある日のこと、アラジンが街を歩いていると王様のお触れがあった。王様はお一人娘のお姫様の婿様を求めておられる。そのお方は心優しく知恵に優れた方であること、お姫様のために立派な御殿を建てることのできる方であること。お姫様、いつか見かけたあの美しいお姫様か。そうだ、僕だってあの魔法のランプの力を借りればお姫様のお婿さんになれるかもしれない。よし。早速家に帰ったアラジンはランプをこすって、ランプの魔人の大男を呼び出した。親分、何のご用。ランプの魔人、今日は特別に頼みたいことがある。まず一番先頭に塔の袋に金貨をいっぱい詰めて、それを貧しい人に撒いてやる兵隊が10人、それから20人の兵隊にそれぞれ贈り物の宝石を山盛りに入れた金の皿を持たせる。その後から金と銀の飾りをつけた立派な馬、それに僕が乗る。そしてその後から兵隊をもう20人。ちょっと欲張りすぎてるけど大丈夫かい？おお。注文通りに出来上がった行列を従えてお城にやってきたアラジンは王様の前に進み出た。おお、これはこれは、よほど大きな国の王子殿であるか。このような立派な贈り物は初めてである。さて、お主は姫のために新しい御殿を建てることができるかな。はい、明日の朝王様のお目覚めまでにきっと作ってご覧に入れます。素晴らしいお姫様の御殿。あくる朝、目を覚ました王様がお城の窓から外を見て驚いた。ややである。こんな素晴らしい御殿をたった一晩で作り上げるとはである。姫、おお、姫どうだ、あのアラジン王子を婿にするか。はい、私はお父様の御殿が世界で一番綺麗だと思っていましたのに、アラジン王子様の御殿の方がずっとずっと綺麗です。それに王子様は本当に優しい素敵な方です。こうしてアラジンは姫のお婿さんとなった。ところが、うまいことばかりは続かないもの、魔法のランプの元の持ち主、そうアフリカの魔法使い、そ
そいつがアラジン王子の噂を聞いてこっそり王様の都へやってきた。何としてもランプを取り戻したいと考えた魔法使いはランプ商人に姿を変えて御殿に入り込む。古いランプと新しいランプとお取り替えはいかが？古いランプと新しいランプのお取り替えはいかが？どうです、お姫様。お城にも古いランプがございましょう。それを新しい明るいランプとお取り替えいたしましょう。まあ、古いランプと新しいランプと取り替えてくれるの？そういえば、アラジン王子様が古いランプを持っていらしたわ。あれを新しいランプと取り替えてもらいましょう。魔法使いとも知らず、姫はうっかり大事なランプを渡してしまった。ランプを手に入れた魔法使いはすぐさま魔人を呼び出した。おやおや、何のご用？今すぐこの御殿と一緒にわしと姫をアフリカへ運んでしまえ。おお。さらわれた？新しい御殿ごとじゃと？これはけしからんことである。王子を呼べ、アラジン王子を呼べ。王様、どうかお許しください。僕が狩りに行ってる隙に。言い訳はいらんのである。アラジン王子、お前は死刑である。待ってください。お願いです王様、私に40日のお暇をください。そうすれば姫も御殿もきっと元通り取り返してきます。今僕を死刑にすると姫も御殿もこれっきり戻ってきませんよ。どうか僕を信用して姫を探しに行かせてください。よし、それならやってみようである。ありがとうございます。アラジンには考えがあった。ロクというものすごくでっかい鳥の卵が御殿にあった。その卵が間もなく帰って鳥になる。その背中に乗れば魔法使いの住むアフリカへだってひとっ飛びだ。さあ、早く生まれろロク、早く生まれろ。生まれたな六、さあ行け。姫を探しに僕を乗せてアフリカへ。アラジンを背に乗せたロクの鳥はたちまちアフリカに着いた。まあ、アラジン王子様。姫、助けに来た。すぐ都へ帰ろう。あ、その前に姫、この眠り薬を魔法使いに飲ませて眠らせ、あの古いランプを取り戻してほしいんだ。はい。お酒と一緒に眠り薬を飲まされた魔法使いはいびきをかいて寝てしまった。その隙に魔法のランプを取り戻したアラジンは早速ランプの魔人を呼び出した。何のご用？
や姫も一緒にこの御殿を元通り都に運んでくれ。おお。目が覚めた魔法使いは地団打踏んで悔しがる。アラジンのやつめを覚えておれ、きっと仕返ししてやるぞ。そこで魔法使いは今度はファチメという魔女に姿を変え、また都へやってきた。そしてまたまた姫をうまく騙して御殿に入り込んだ。お姫様はまあなんて結構な御殿にお住まいでございましょう。けれど近いうちに恐ろしい不幸がやってまいります。それを防ぐにはただ一つ、御殿の大広間の天井に六という鳥の卵を飾りにおつけなさい。大広間の天井の飾りに六の卵。恐ろしい不幸がやってくると聞いて優しい姫は怖くなり、早速アラジンに六の卵を取ってきてもらうように頼んだ。よし、姫がそんなに心配するなら六の卵を取ってこさせよう。アラジンはいつものようにランプの魔人を呼び出して頼んだが、どうしたことか今度ばかりは魔人がにわかに怒って暴れ出した。何を、バカなことを言え。六は我々魔人も大切にする神の鳥だ。その尊い卵を飾り物にするとは何事だ。おランプの魔人、そんなに怒らないでくれ。これはファチメという魔女が教えてくれたことなんだ。嘘を言うな。ファチメならわしの友達。そんなことを言うはずがない。もし言ったとすれば、それは大方偽のファチメだ。偽の？そうか。すると魔法使いが化けていたんだ。そいつはアフリカの魔法使いだ。そうか、アフリカの魔法使いか。あいつは六の卵を盗み出しては世界中のあちらこちらに隠している悪いやつ。それをやめさせようとしたばかりに、あいつはこのわしをランプの中に閉じ込めてしまったのだ。そうだったのか。お前の力でアフリカの魔法使いをやっつけてくれ。その代わり僕はランプを壊してお前を自由にしてやる。よし、やるぞ。アフリカの魔法使いを砂漠に閉じ込め、わしはコーカサスのふるさとへ帰るぞ。それがいい。ではお前を閉じ込めていたランプを壊し、お前を自由にしてやるぞ。空！ありがとう、アラジン。幸せに暮らせよ。ランプの魔人はファチメに化けた魔法使いを捕まえ、空高く飛び去っていった。さあ姫、これからはもうランプの魔人の助けはない。僕たち二人で力を合わせて、この国の人々の幸せのために一生懸命働こう。